カブラキタダマサカブラキタダマサ8月5日から1962年9月6日は現在の昭和大学の前身である昭和医学専門学校の上条秀幸らと創設、理事長も務めた。また、文教大学学園や文教大学の理事長も務めた。日本の衆議院議員、貴族院多学納税者議員、品川区長、 1888年8月5日に生まれる。1913年、東京帝国大学の岡大学獣医学科を卒業。1920年には、同大学法学部政治学科を卒業し、高等試験に合格した。岐阜県警視、群馬県理事官、警察部保安課長兼工場課長、埼玉県事務官、内務部農政課長兼商工課長、 東京鉱山監督局所機関、厚生課長を歴任した。退官後は、昭和医学専門学校を創設し、理事長に就任した。また、株木忠き所有だった1300坪の土地だった場所に、文京大学学園の500坪の校舎を建設し、文京大学学園や文京大学の理事長も、務める。1930年。 第17回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。1936年の選挙で再選された。第二次世界大戦後の1946年に、貴族院多額納税者議員に選出された。1947年には、公選初代の品川区長に選ばれた。その他、江原自動車株式会社社長、帝国図書株式会社会長、 三神商事株式会社会長などを務めた。株ブラキケは、平家の支流で、千葉市から別れ、足利時代に、現在の東京と品川区の地に移住して、開拓に尽くした一族。天領な主、株ブラキケとも言われ創設した、昭和大学の目の前を通る、坂道の名前には昔は、立会川のところから坂上にかけて、天領な主、 カブラキ家の屋敷があったためそれにちなんでカブラキ坂と名付けられたという。また、東京笛原郡大崎村あざきょ目標出身の有名な実業家で、新近中央金庫や、全国信用金庫協会や、城南信用金庫など創業知事長、会長なども務めた、信用金庫の神様と言われた、小原哲五郎氏も、カブラキ一族の血を引いてる。ありがとうございます。